みなさんこんにちは令和4年度管理業務主任者試験公表を始めたいと思います担当はレック専任講師亀田ですよろしくお願いしますはいそれでは、えー、まあこんにちはというようにね、えー、お疲れ様でした、えー、今年度令和4年度の管理業務主任者のね、えー、試験ですで私も、えー、もう10年以上ぶりになりますかね、えー、ちょっとこれも諸事情で受験いっ きてですねで終わって帰ってきて一生懸命回答合わせとかねあとは公表などを考えていたところですねで、まあ、私も受験したところなんですがまずあの担当私の担当自体は、まあ、会計と設備ということとなりますが、まあ、受験した身としてね全体的な難易度それからやっぱり気になってると思いますが。 何点ぐらいが合格点になるかっていうところですが、えー、私が肌感覚で受験したっていうところでやると全体的に見るとやっぱり、えー、簡単でした内容がね。たただ、まあ、そうは言いつつ、えー、後で数数えたら個数の問題が10 あったのかな、えー、でまああの簡単ですというのはしっかり勉強している人にとっては比較的高得点いったんじゃないかなとは思いますかね。はい、えー、まあなんとも、えー、合格基準自体がね、えー、これなんとも言えないところでありますがまあ昨年よりも、えー、絶対上がると思いますね。えー、で30の、まあ、半ばやや上ぐらいですねで中間の5よりも一点ぐらい上ぐらいかなっていうことですね。で極端に、えー、まああの 40に近いような高得点にはならないでしょうけれども、まあえー、かなり高得点い、えー、かとは思いましたね。はい、でまあさらにちょっと見てみると先ほど言ったように個数の問題ねまあなんだかんだ10問あったので、えー、ミスしてるときついでしょうかね、えー、それから個数の問題というのは、まあ、逆に言うと一試一試のレベルで言うと、えー、まあ簡単な基本問題が多いので勉強をちゃんとしていればね、えー、回答しやすかったというところですね、はいえー、でした。で一方ですね あの穴埋めなんかの問題が多くてで穴埋めの問題がですね、えー、これも取り用によっては知識なくて <laughs> 当てはめていけば、えー、これね回答できるというのもあるのでこの辺が組みやすかったかと思いますねですから、えー、ものすごく簡単な問題も結構ありつつも、まあ、それなりに、えー、しっかり勉強してなきゃ取れない問題も結構それから、えー、建築設備で一部ですけれども、えー、点で歯が立たないという問題も確かにあったんでね、えー、まあバランスとしてはまあよく取れていて まあ、かつ勉強していればちゃんと高得点取れたかなという意味では非常に良かったかなというところですね、まあ、相変わらずちょっと曖昧な言葉の表現とかありつつもね、えー、まあ比較的、えー、ちゃんと勉強してれば、ね、高得点いくようないい問題では ありましたですねはい、えー、それからこれもちょっと感じたんですけれども、えー、っと会場の中が、えーえー、もう久々に、ね、受験会場行ったとっいうこともあるんですけれども、えー、まあ、この出席率もよくてかなりやっぱりこの試験はあの実際に受験する人たちのやっぱりレベルが高いんだなっていうところでね遊び感覚で受けているような方はほとんどいなかったでしょうかね、まあ、そこからもやっぱりね合格率や合格点以上にやっぱりねレベルが高くなっているというのは実感したところでした。はいですね、えーで 担当している私の分野ですけれども、えー、会計とそれから建築設備ですねで番号問題の番号でいうと問いの14番、えー、これは昨年も取材されたんですけれどもいわゆる計算処理の問題が1問で15番16番が例によって仕分け単純な仕分けですね。えーで 建築系の法令からそれから建築設備の知識それからこれまた数年ずっと続いてるんですけれども、えー、長期修電改革のガイドラインね、えー、それも踏まえると問いの17番から問いの28番までで合計12問ですねで、会計系で3問、うん、それから建築設備で12問、うん、というところでした。はいで この分野に限って言うと、えー、優しいとしいい問問題題と難が両極端で,した、ねえー、でいくつかちょっと特徴的な問題を挙げていくんですけれどもまずですね、えー、問いの14番からの会計ですけれどもこの問いの14番は。 えー、計算書類の見方ですねで、えー、っとこれ昨年から、えー、っと出題されて今年も出題されたということは今後も続いていくかと思いますね。で昨年は、まあ、数字的な感覚だけで解けたというのもあるんですけれども、まあえー、今年の問題はあの仮払い金と仮受け金のこの取り扱いこれ知ってない時はちょっと迷うところでしたのでまあやっぱり 連続して出してくるっていうのはまあそれなりにちょっとひねってくるっていうのは考えられますまあかといって、えー、その計算書類ですけれども細かなね、えー、ところまでっていうところは出ないかと思いますので一般的なね貸、えー、借対照表それから、えー、収支計算書こちらのね、えー、まあ見方だけでもまあやっぱりそれと関連性はやっぱりねこれからは外せないところかなと思いましたはい、えー、ですねで 仕分けは2問なんですが、えー、たまにある、えー、っと最初の方の仕分けはやたら文が長くて、えー、左右の両開きで2ページにかかっていくと。 から、えー、と問いの16番の方は単純なんですけれどもねやっぱり情報量が多いんですがだいたいこの情報量が多いときっていうのは非常に正解は簡単で、えーまあ、やりようも,もう過去の例にも従って問いの15番の方が、えー、3月の仕訳なんで、まあ、3月分の、まあ えそうですね、管理費収入とか終電積み立て金収入はその名目でいいんですけれども2月分と4月分に分かれていますで。2月分に関しては未収入金、えー、で 4月分に関しては、ね、前、まあ、受け金というこの言葉の使い分けだけなので、えー、とものすごく細かく分類しているんですけれども、まあえー、これ、もやりようによっては、えー、1分かからずに解けるというよ、ね、問題でした。2ページにまたがって情報量が非常に多い割には、えーまあ、過去もしっかりやってれたらこのパターンだなというのでちょっと怖いぐらい、ね、簡単な問題ではありました。はい 問いの16番、えー、これも、えー、ここ数年多いしなくてもいい仕分訳、ねえー、これはあくまでも3月の仕分けなので、えー、3月の段階においてはもう一切ね事実として上がっていたとしても、えー、これは仕分けの全く必要性がないというところ、まあ、そこに気づけばこれもすぐでしたが、ねえーまあ、の問いの16番でいうと,、えー、と4月に実施した工事で。でえー、そのお 4月に支払うっていうことなのであの3月には一切、ね、発注をしただけなんで一切の仕分けはないっていうところね、まあ、このパターンも結構ずっと続いてますので、えー、しっかり過去問の、えーね、パターンを覚えとけばこの仕分けは、えー、15番16番は落とすとちょっと致名傷かなっていう感じはしましたね。はい、でしたであとは 17番から建築設備になるんですけれどもやっぱり、えー、12問の建築設備で半分、まあ、今回は半分過去問でちゃんと取れましたかね。であとは、えー、まあ多少当たるも八見当たらないも八見なんですがやや常識感覚で、えー、取れてるような問題ね、えーまあ、そういうのもいくつかあったので、まあ、そこで12問のうち、えー、そうですねやっぱり 半分は切ってるとちょっと話になりませんのでやっぱり8問ぐらいは欲しいところでしたかね。で例で言うと例えば、えっと、最初の17番18番はこれは建築基準法消防法と例によってね法令からの問題でした。で問いの17番の建築基準法はここ数年ちょっとね定義が出てないんですけれども。 えとかなり前、このえ足の一番目ですかね、この建築物という定義の中には、もちろん建築設備ねえ含んでおりますというところえですので、あの近年はそこをズバリ聞いたところはないんですけどね、周辺の知識はちゃんと聞いてるところがありますので、まあちょっと古めですけど、ちゃんと過去問やってれば点数取れるっていうところですね。はいから 18番の消防法の住宅用の防災機器の設置の基準などについては細かい数字じゃなくてねこれはあくまでも基本就寝のように教,する教室などというふうにちゃんとね前提があればこれももちろん過去問で何回か出てますのでそうすると台所のみの設置で足るわけがないだろうとちょっと拍子抜けするぐらいのような問題ですので過去問、これちょっとでもやってればね解けたという問題でしたね。で 比較的、えーまあ、組みやすいかなって思った瞬間ですね、えー、次のページ開けると、えー、全く見たこともないよねしかもこれこ設備の問題ななんで,で数学の問題やっていうふうに感じるねえー、ルートとかなんか、えー、平方根とか根性焼きみたいなね、えー、なんかそんなマークがついてるもう完全な数字かなと思ったんですがよく考えてたらちゃんと知した知識だけでただその知識は薄いところなんでもこの問いの19番はやっちゃいけないのは かかかりもせんのののにに見たたたこここととなないいししつこく考えなかったかってうででそ辺ちょっと最初の感想のところでも言ったんですけど、えー、まあ少しね、えー、まあ真剣だっていうことを言ったんですが真剣な分ですね結構まあ言ってしまえば言葉悪いんですけどこのも完全捨てまうんですっていうところにちょっと時間をかけてしまったのかっていうのって、えー、終わりぐらいにちょっと私も周り見渡すとですね、あのー、終わってる人があんまり見受けられませんでしたね。 えですまあ,あのもちろん数年、えー、受験はしてないんですけどやっぱり聞くところによると。官僚の試験って、えー 比較的早く終わる人多いっていうふうに聞いてたんですけれどもまあ私が今年見る限りは、えー、結構最後の最後までね、えー、みんな頑張ってたのでまあそのこの頑張りがちゃんとした頑張りなのか余計な問題を時間かけすぎてなかったのかね、えー、っていうところですのでまあ問いの19番それから問いの20番なんかもほとんど聞かないね、あのー、いわゆるひび割れの補修のところですので、まあ、この辺に時間かけなかったかなっていうところがね一、えー、つポイントでした。ははいい、えー、ですね、はい えー、でその代わり、まあえー、またその後の問題が比較的過去問通りで問いの22番あの給等方式なんですがねズバリのところはないんですけれども、えー、あの給等の方式、えーまあ、どういうものがあるかということと特徴なんかでズバリのところはないんですけど、まあ、過去問をやっていれば回答には正解にはたどり着くかなというところでしたね。ははい、えー、問いい問の22番目でした、はい 掃除の21番はちょっとですね、えー、なかなかその、えー、本に何が書いてあるかっていうところなんで一般常識がこれ通用するのかなっていうのでちょっと今のね好評、えー、は避けさせてください。ですねはい問い問問のの番かからなんかもう過去問その通りということで、えー、問いの23番ね、えー、空気あの換気設備の問題でしたが、まあ、正解足になっているのはこれ多分ズバリ出てきて、えー、確かえっと2年前でしたかね。 あの換気の効率の指標の,あの空気例まず空気例って何ですかってなりますけれどもまあ漢字から推測すると空気の例えこれが大きかったら年数減っていてえまあ年数じゃないですよ時間減っていてえ小さければこれ時間減っていってないでえっと2年前ですけれどもねあの空気例大きければ空気が 汚染されてる可能性高いってありましたがまあ今回は小さいほど可能、えー、汚染されてる可能性が高い。そんなバカなまあ例によって高い低いのね逆パターンですね。えー、こういうのに気づけばなんてことなかったかなと思いましたね。まあそもそも過去問でズバリっていうのもありましたしね。から二十四番はこれでいいのかなっていう思うぐらいね数字だけの問題で非常用の昇降機でしょうかね。えー、これはえっと三十一メートルを超えるなので、えー、基準が四十ではありませんっていうようなね、えー、これもちょっと表紙抜けするぐらい。 でしたはいから問いの25からが、えー、長期修電計画のガイドラインですねもうこれ定番になっているとは思います えー、3問でですねで今回はプラスアルファの、えー、終電積立金のガイドラインの方も出てましたのでまあ、その辺近辺で4問ですね、えー、ですから、えー、まあ、今回はまあ、やや常識感覚で回答できるっていうのもありましたがこの長期終電計画のガイドラインについてはねもう3問出る以上は。えーまあ 簡単にせよないんですよね、えー、何回か通読はしなきゃいけないところでしょうかね、えー、というところは感じました、はい、ただ内容は非常に平易で問いの25番は、まあ、あの唯一と言ってもいいんですけども今年の改正点ですねあのいわゆる長期周年計画の計画の期間ですが、まあ、今までは、えー、これね、まあ、新築と既存,建物既存住宅と分けてたんですけれども既存のマンションと分けてたんですけど、えーまあ、改正によって 新宿マンション、えー、まあ既存マンション関わらずね、30年以上ということでかつ大規模修繕工事が2回含まれるという定義です。えー、なりましたのでまあ、これ明らかに誤りですというところね、えー、見えてくるかとは思いました、はい。あとは26番、27番の長期修繕計画またガイドラインなんですが、えー、まあ知識としてなきゃない,いけないところではありますがね、えー、やや、えー、まあ、 文通り、素直に読んだら回答はできるところでしたね。二十六番の方が、これはまあコメントのまあ穴埋めに近いようなね問題でしたが、これは当てはめればあまり何のことなかったですね。二十七番は確かに個数なんですが、だいたいこの手の個数というのは、素直に、素直に、明らかに誤っているとか、明らかについつまアワンドというのじゃない限りは、ね素直に正しいというふうにつけていただければ。 まあこれもすべ、えー、ての足が、えー、これは適切であるというふうには判断できるかとは思いましたね、えー、でしたはい問いの十八番これがえー 終電積立金のガイドラインなんですがこれまた、えー、数式が出てきてね、まあ、今回はあのルートや、えー、あるいはね、えーまあ、立方根が出てきて今度はまた足し算引き算に割ってっていうんか数字の問題でいっぱい出てきたような気がするんですがこれもよく読んでいくともうこれしかありえないだろうっていうところね。えー、これはあのう まあ算出方法なんですけれども算出していくにはこれしかないだろうという形でほぼ推測的に出てきますのでそう考えるとですねうん12問あるうちの、うん、やっぱり8問9問ぐらいいけたら言ってほしいところでしょうね。えー、でした。 はいえー、まあちょっとまあ取りやすい問題とえ難しい問題がちょっと混在してたのでやりにくかったかなと思いますけれどもやっぱり会計も踏まえてやっぱりごっそりね今回はまあ今年に関してはまあ設備も,まあもうボロボロになったらちょっと目も当てられないっていうところね、えー、ですからもうしつこいぐらい言うんですけれども少なくとも過去問の範疇から出てきた時には落とさないようにということであまり広げずに過去問に絞ってしまってっていう対策はねまあやっぱり今年はこうそうしたかなという感じはしました。 ですねはいまあ、そのほか、えーまあえー、私の担当は以上なんでも取り立て波かで、まあ、ルートとー計算式が2、ね、問出たぐらいでしょうかね、まあ、どちらもちょっと、ね、合否を分ける問題ではありませんでしたというところなのでそれほど波かで立た,たないところでしょうかね。えー、で先ほど、まあ、建築設備でも、ねえー、計算問題のように見せかけるとか。でから 会計でも2ページにまたがってってあるんですけども他のところでもですね形式でちちょょっっっととと混乱させるっててうののはちょっと手法としし見受けられましたかねあの団地の問題でも図をいっぱい書いてあったりね、えー、それからちょっと穴埋めでも凝ったような感じにしたりね、えー、するところなんで、まあ、その辺も。 ちょっっととと全般として時間かかかた一つの要因かなという気はしました、ねえー、まあところで内容的にまあ難しくしているかっていうとそうではなくてやっぱり基本知識ね、まあ、だからこそしっかり過去問対策やっていればちゃんと合格の基準点には届くようなものなのでまあここはねやっぱり普段の勉強そして特にね中心となる過去問学習ここで差がついたというようなのがまあ 今年令和4年度の管理業務主任者試験の、ねうん、もう一度全体的な感想ではありました。はいですねでまあ、今日やってもすでに、えー、回答速報とかありますので、まあ、そこで、えー、自己採点してみてね。で あの自分の至らないところを気づいても来年向かう人はも,うもちろんですしそれからちょっと微妙なラインですがっていうところなんですけれどもまあそういう方はねもうこれはもういろいろ見ても仕方がありませんのでえ静かにえちょっと年明けになりますかねえで年明けになってそして、え。ー そそこでねね、えー、見ていいただければととう風に、ねまあ、ちょっとその、まあ、先ほど言った合格基準というのは私のあくまでも推測にすぎませんので、えー、そこはね、えー、少し、えー、待っていただいてということで、えー、ご了承くださればとは思いましたはいではそうですね、えー、まあ試験自体は終了したのでまずは頭を休めていただいて、まあ、それからのことはいろいろ考えていただければと思いますはいではえ今回私が担当したのは建築設備会計でしたが 管理業務主任者の試験、えー、令和4年度の試験の公表でした。えー、以上、お疲れ様でした。